授業終了のチャイムが鳴って、今日も一日、学校での授業が終わりました。眠かった。アリサちゃん、ちょっとうとうとしてたね。だって退屈なんだもん。私の席窓際だから日差しがポカポカあったかいし。私、高町菜の葉は小学3年生。今年の春までは1年生の頃からの親友2人、アリサちゃん、鈴鹿ちゃんと一緒に平凡な小3ライフを満喫していたはずだったんですが、いろいろな事件があって、私の暮らしにはちょっとした変化が起きました。中でも最近一番の大きな変化は、じゃあありがとな、フェイト。また明日ね。なんだよお前、また忘れ物してフェイトに借りたのか。うるせえな、たまたまだよ、たまたま。じゃあな、フェイト、また明日。うん、バイバイ、フェイトちゃん。菜の葉、春先に出会って、それからしばらく離れ離れだった大好きな友達、フェイト・テスタロッサちゃんがうちのクラスに転入してきてくれたこと。さあ、早く帰って昨日の映画の続きを見るわよ。うん、菜の葉ちゃん、フェイトちゃん、準備いい？うん。放課後はいつも4人で一緒なのです。フェイトちゃんももうすっかり学校に慣れた？多分少しは。でもクラスの子たちとも普通に馴染んでるじゃない。うん、みんないい子たちだよね。話しかけてくれたりするの嬉しいよ。うん。フェイトは体育の授業のスーパープレイ以降、男子に人気あるしね。あれは別にそんなにスーパーとかじゃ。フェイトちゃん、サッカーとかにも誘われてたもんね。うん、やってみたけどサッカーは難しいよ。うちのクラスの男子サッカー好きな子多いから、頼めばきっと教えてくれるよ。うん、でも外で遊ぶのもいいけど、私はみんなと、鈴鹿やアリサや菜の葉と一緒が一番楽しいよ。うん、ありがとうフェイトちゃん。魔法少女リリカルナノハエースサウンドステージ01、第 3.5 話、ドキドキ、お風呂場は熱き戦場なの。うわぁ、でっけぇ車。ほんまや、キャデラックのリムジンやね。キャデジンのリラックス。まあそんな感じや。お、信号は青や。ビータ、オッケー、早て発進、レッツゴー。おい早くしろよ。もう待てよ。遅えって。なんだこの野郎。ああ小学校の下校時間なんだな。道理でうるせえと思った。みんな元気でええことや。あの白い制服ってあれだよね、ハヤテに写真見せてもらったあの子の。鈴鹿ちゃんの学校の制服やね。そうだ。お、ビータ、学校に興味あるか？え、いや、別に、なことはないけど。ビータは1年生くらいかな。制服着たら可愛いやろうな。可愛いの苦手だ。あ、シグナムだ。ほんまや、シグナム。はい。シグナム、買い物カート持ってきてくれて大きにな。いえ、シャマルの指示ですから。帰りに買い物してくんだよね。ハヤテ、アイス買っていい？え、けどエロサイズはあかんで。ピータがまた食べ過ぎてお腹痛くしたらあかんしな。うん、人の過去の傷跡を。そういえば先ほどはお話の途中ではありませんでしたか？学校の話やったね。もう別に何でもない話だけどさ。学校ですか。石田先生がおっしゃっていましたね。あなたの足がもう少し良くなったらきっと復学もできると。石田先生らしい励ましやな。私は別に学校は行っても行かんくても。そうなの？私がお家におらんかったらみんなのお世話ができへんやんか。すみません。
お世話になっております。感謝してます。闇の書と守護騎士ボルケンリッターの主として当然の務めや。お帰りなさい、ハヤテちゃん。ただいま、シャマル。買い物、はいよ。ん、ありがとう、ビータちゃん。主、ハヤテ、失礼します。うん、やっぱりシグナムの抱っこはええ感じやな。そうですか。ハヤテちゃん、私の抱っこはダメなんですか？甘いで、シャマル。シャマルの抱っこは素敵な感じや。わーい。どっちが上なの？さて、どっちや？行き先はリビングでよろしいですか？よろしいよ。私、八神ハヤテはついこの間まではごくごく平凡な小学3年生相当の女の子やったんですが、誕生日に起きたとある事件がきっかけで異世界の古代遺産闇の書のマスターになってしまいました。いちごのアイスは私のだから手出すなよ。私はいちごよりバニラが好きだもん。名前でも書いておけ、それなら間違わん。ザフィーラ、ただいま。私は闇の書とその守護騎士4人のマスターとしてみんなの暮らしを守ってます。さて、ビータちゃん、車椅子のタイヤ拭いてきてくれる？あいよ。ビータ、おおきにな。すぐきれいにして持ってくるかんね。ちくわに大根、昆布にさつま揚げ、今夜はおでんですか？当たり。いいですね。じっくり煮込んで美味しく作るから楽しみにな。はい、お手伝いします。時々大変なこともあるけど、みんなとの暮らしは毎日が楽しいです。あーかっこよかった。私、将来ガンマンになろうかな。アリサちゃん、また影響されやすいんだから。アリサ、似合いそうだよ。でしょでしょ。まだ少し時間あるね。ゲームでもしようか。うん、いいね。何やろうか。対戦だよ、やっぱり。負けないよ。自信ないけど。マノハちゃん、対戦強いもんね。ハンデ5つくらいつけないと。なんでなんで。そして、帰る時間になったら、家がすぐ近所な私とフェイトちゃんは一緒に送ってもらって。時間まではお互いの家で2人で過ごすのがいつものパターン。今日はフェイトちゃんのお家です。ただいま。お邪魔します。あれ、今日はエイミーさんたちいないの？あ、うん、リンディ提督とクロノは本局で、エイミーはアレックスたちのところに行くって。そっか。そう、普段は平凡な小学3年生の私とフェイトちゃんですが、現在は時空管理局の下である重大な事件に関わっている魔導士でもあるわけで、管理局の司令官であるリンディさん、それとクロノ君はもちろん忙しく働いてるし、それに私とフェイトちゃんの大切なパートナーとデバイスも。ユーノとアルフは大丈夫かな？うん、それにレイジングハートとバルディッシュも。ある事件、現在闇の書事件と仮称されてるこの事件に対して管理局が本格的に動くことになったきっかけは、私が襲撃を受けたこと。危険なロストロギア闇の書とそれを守る守護騎士たち、彼女たちの襲撃によって私の杖レイジングハートは傷ついてしまって、私も魔力を奪われて、助けに来てくれたフェイトちゃんも怪我をして、バルディッシュも傷ついて。でもきっと大丈夫。ユーノはデバイスのこととか詳しいし、バルディッシュもレイジングハートもすごく強い子だから。うん、ナノハの魔力が戻るまでの間、私ちゃんとナノハを守るから。
トちゃん。魔力が戻ってからもだよ、もちろん。ありがとう、ウェイトちゃん。はあ、早く魔力が戻らないかな。前にレイジングハートと相談してた新魔法、完成間近だったから。そうなんだ。うん。レイジングハートもいろいろ考えてくれるから、頑張らないとって。いいね。レイジングハートは世話焼きさんで。バルディッシュは無口な子だから。なのに無茶するし、大丈夫って聞いても、イエッサーばっかりだし。バルディッシュはそうだよね。ニキとも早く良くなって戻ってきてくれるといいんだけど。ねえフェイトちゃん、私たちもっと強くなろうね。ナノハ？ユーノ君やアルフさんを不安にさせない。リンディさんやクロノ君、エイミーさんたちにも心配かけない。レイジングハートとバルディッシュに無茶なんかさせなくてもいいくらい、私たちが強く。二人で強くなろう。もう誰も傷つけなくてもいいくらい。じゃあ早速、軽くトレーニングでもしようか。ナノハ、大丈夫？うん。